AD 2050年、地球人類は銀河系内に広く移民を続け、安定期を迎えようとしていた。しかし、その平和と繁栄の陰で、政治的、軍事的緊張からの暴動や反乱、シンジケート犯罪が頻発していた。これら新たなる危機に苦慮した地球、マクロス政府は、優れた技能と強い意志を持ったエリートパイロットを集め、AVF を主戦力とする特務部隊を設置した。その名を VFX レイブンズ。ベネブ政権方面、 AVFF エンジェルウィングス所属東部軍隊エイジスフォッカー。エンジェルエースと謳われ、撃墜数は100を超える天才パイロットである。彼はその卓越した操縦センスを見込まれ、 VFX レイブンズに転属となる。だが彼を待ち受けていたものは、鬼教官の誉れも高いギリアム・アングレート少佐の激しい怒号であった。0815-1025ブリーフィングを始めます。エイジス君だったか。こんな辺境までよく来てくれた。私がこの部隊の指揮を任されているウィルバー・ガーランドだ。さて、赴任早々だが、君には訓練を受けてもらわねばならん。何せ特殊な任務が多い部隊だ。いくらエースパイロット級の腕を持つとはいえ、それ以上の適性がなければ務まらん。すまんが、君の腕を試させてもらう。ギリアム君、今回の訓練の責任者だ。第 727VFX 部隊レイブンズの隊長でもある。今回の訓練および今後の君の処遇に関しても彼に一任してやる。ま、難しいだろうが仲良くやるんだな。では、マクロス、訓練ついでにマクロ訓練地を守る無人防衛システムのパターン学習に付き合うというわけだ。敵は無人機部隊か。だがそんなことは関係ない。我々の目的は都市への奇襲攻撃、そして貴様の腕がどれほどのものか試すことだ。シミュレーター準備完了しました。参加するパイロットはシミュレーションルームへ移動してください。ベネブベースではエースだったかもしれんが、このレイブンズでは貴様などただのひよっこだ。シミュレーター相手に遅れを取るようなら即刻除隊にしてやる。アルファ2レディ、3レディ、フォスタンバイ。スタンバイだと？何寝ぼけてやがる。急ぐ、仕入り。ラジャー、クソ野郎、ベネブベースはエースをよこさないでチェリーをつかませやがったな。冗談じゃない、俺はベネブのトップだったんだぜ。ケッ、どうせ姉ちゃんのケツでも追っかけてたんだろう。腕は見てから言ってくれよ。見てから言ったな、チェリー。アルファ4レディ。よし、アルファ4ついてこい。アルファ2エネミー逮捕。3エネミー逮捕。あ、姉が。そうだ、俺たちの敵はあのマクロスだ。ラジャー、フォーエネミー逮捕。ファーストセキュリティエリア、チャージ。ミッションスタート、カウントダウン。無人機などに送りを取るようなら即刻除隊だ。ラジャー、頼むぜ、チェリーのエース。アルファ4ラジャー、ミッションスタートです。
楽勝だぜ。エンジェルエースの腕を見せてやら。来たぞ。無人だと思って油断するな。無人機は張り合いがねえな。この程度で喜ぶな。なんだと？このノロマのチリン野郎が何もともとやってくる。お遊戯じゃねえんだ。浮かれている人があったらもっと敵を減らせ。てのか。おい卵野郎、ベネブじゃ言葉の使い方を習わなかったのか。どういう意味だよ。上官に対してはどういう意味でありますか、だろうが。ああ、わかったよ。わかったよじゃない。了解いたしましただろ。はいはい、了解いたしました。了解いたし、曖昧しとでいい。口だけなんでした。腕も達者だぜ。任せてくれよ。まんざら嘘じゃねえようだな。だが本番はこれからだ。敵主力部隊接近。 VF-11 を含んだ部隊です。何が来ようと敵じゃないぜ。まあ卵野郎じゃこの程度だろうな。だが死にたくなかったら実力以上の力を発揮するんだ。ゾウ敵主力部隊接近。 VF-11 を含んだ部隊です。 VF-11?無人部隊だけじゃないのかよ。隊長、援護するぜ。感謝してもらおうなんて思うなよ。援護する余裕があるなら自分のことを心配しろ。隊長、残りは俺に任せてください。バカ野郎。エースだったってのはまんざら嘘じゃねえようだな。だが本番はこれからだ。敵主力部隊接近。11を含んだ部隊です。何が来ようと敵じゃないぜ。どうだ、俺でも卵だってのか。おい卵野郎、ベネブじゃ言葉の使い方を習わなかったのか。どういう意味だよ。上官に対してはどういう意味でありますか、だろうが。ああ、わかったよ。わかったよじゃない。了解いたしましただ。はいはい、了解いたしました。曖昧しとでいい。腕も達者だぜ。任せてくれよ。
せてくれよ。了解いたしました。